序章、三つの学級。森の中で傭兵が出会ったのは三人の若者。ガルグマク大修道院に併設される士官学校の生徒であり、三つの学級の級長であった。野外活動中だった生徒たちを救い、盗賊の頭を撃った傭兵は、その角でガルグマクへと招かれ、大修道院の門をくぐることになる。ということで、こちらがその傭兵殿になります。私はレア。すでに聞いていると思いますが、セイロス聖教会の大司教を務めています。生徒たちを救ってくれたこと、あなたに心より感謝していますよ。大したことじゃない。受けた依頼をこなすのは傭兵なら当然だ。腕に自信があるのですね。さて、君をここへ呼んだのは単に感謝の言葉を告げるためではない。実は教団から君に一つ提案があるのだ。提案？このガルグマク大修道院に士官学校が併設されていることは聞いていよう。その生徒に君もならないかというものだ。俺が士官学校の生徒？あなたは傭兵とはいえどこかの団に所属しているわけではないと聞きました。それにあなたが助けた宮長たちと同年代であるとも。この学び屋で過ごす時間はきっとあなたの人生を実り多きものにしてくれるでしょう。僕たちの力について報告を受けていて、野放しにしたくないのかもしれないね。しかしまるでこちらが断ることを想像していないようだ。腹が立つかい？だが俺には他にやりたいことがある。ずっとここにいるわけには。士官学校の期間は1年となる。決してずっとというわけではない。それに大修道院にはセイロス騎士団をはじめ多くの強者が出入りしている。より強くなるにしろ、士官を求めるにしろ、君にとっていい環境だと思うぞ。さて、どうやら逃げ道は塞がれたようだ。となれば君の選択肢も一つか。なら世話になるさ。その提案に乗ろう。おお、決断してくれたか。君がその選択を悔やむことがないよう我々も尽力させてもらう。あなたには期待していますからね。それでは我が輩から士官学校について改めて説明させてもらおう。士官学校には3つの学級があり、ホドラ各国の前途ある若者たちが集まっている。生徒には貴族も平民もいるが、修道院内では身分によって扱いを変えることはない。有望な生徒たちが一つの寮で生活を共にし、切磋琢磨して1年間を過ごすのだ。3つの学級はそれぞれ出身国ごとに分かれているの。エーデルガルトが旧長で、アドラステア帝国出身者が集まるアドラークラッセと、リミトリが旧長で、ファーガス神聖王国の出身者が集まるルーベンクラッセ、それにクロードが旧長で、レスター諸侯同盟の出身者が集まるヒルシュクラッセよ。
こちらで所属を決めても構わないのだが、士官学校への入学はこちらが提案したこと。特例というのもあるし、君の方で所属する学級を選んでもらおうという話になった。いいのか？もちろんですよ。あなたの望む学級を教えてもらえますか？エーデルガルトが…ああ、決めたよ。心は決まりましたか？彼らと良き関係を築けることを願います。さて、君の学級が決まったところで、我々も担任する学級を決めるとしようか。そうね、急遽担当の教師も一人変わってしまったし。あなたは初対面よね。こちらは武術師範のイエリッツァ先生よ。イエリッツァだ。これより腕が立ちそうだな。あんたに鍛えてもらうってのも悪くないかもしれん。おお。あら、珍しいわね、イエリッツァ先生が興味を示すなんて。どの学級でも構わんなんて言うからどうしたものかと思っていたけれど、それならこの子のいる学級の担任になったらいいんじゃないかしら。構わんと言った、好きに決めてくれ。特に問題もなかろう。では残った2学級を我々が受け持つと。そういうことになるわね。滞りなく決まってよかったわ。それじゃあ、私は担任じゃないけれど、これから1年よろしく。話がトントン拍子に進んでいくね。ついていけてるかい？ああ担任よろしく頼む。今節の課題は追って伝える。課題？おお、課題について説明していなかったか。士官学校では学級ごとに毎節教団への奉仕活動のような形で課題が課せられて、成功の目はかなりあると思うのだけれど。そうですな、失敗した時の危険が大きすぎるのでは。今までも幾度となく危ない橋は渡りました。しかしこれは明確な敵対です。彼らがこちらの思惑に気づいた場合、取り返しがつきませんよ。でもこのままだと彼女を失うわ。奇跡的に救う機会が巡ってきた。奇跡など起こらないと言ったのはあなた様ではありませんか。そうよ、待っていては奇跡など起こらない。残党の動き、彼女の居所、奴らの計画、担任の選定、そして今節の課題、全ての歯車を噛み合わせて私が起こすの、未来のために。彼らを追い詰めるための方策を準備しておきましょう。私が思っていたよりもよほど派手に燃え広がる道になりそうですな。頼んだわ、ありがとう。ようこそアドラークラッセへ。あなたがこの学級を選んでくれて嬉しいわ。ええ、
お前士官学校の生徒になったのか。しかも俺たちの学級なんてすげえじゃねえか。どういうことですか。知らない人が増えてます。そういえばベルちゃんだけ節始めの野外活動に参加してなかったものね。いろいろあったのよ。聞いてない？盗賊に襲われたりとかね。しかし教団も思い切ったことをしたものだな。私としては大歓迎だがね。エーデルガルトを助けた君の手腕には大いに学ぶところがあると思っていたのだ。私、傭兵の戦い方興味あります。ぜひ訓練するしましょう。僕は寝ていたいな。そういえば紋章はハンネマン先生に調べられなかった？ああ、調べられたよ。別に持ってないってさ。そっか、持っていそうな気がしたけどただの気のせいだったみたいだね。野営地でも顔を合わせたし知っているでしょうけれど、こういう人たちが集まった学級よ。うまく付き合ってあげて。イエリッツァ先生来ました。皆揃っています。課題は聞いているな。ええ、野営地を襲撃した盗賊団鉄の王、その残党の討伐ですな。頭のコスタスはすでに撃たれており、残党もかなり孤勢だとか。ええ、私たちでも余裕を持って討伐できる相手だと思うわ。そうだ、準備をしておけ。おう、行っちまったな。そのようですな。各自盗賊討伐に備えておきましょう。俺に任せてくれって言おうと思ってたぜ。けどあの無駄口は叩かねえって態度がまた強そうなんだよな。そうか、強そうなのは遠いだが口数はあまり関係ないような。うむ、我が帝国にもカスパルの父ベルグリーズ伯のようにその号令に海が裂け雲が割れんかと思うほどに声の大きな強者がいるしな。ともかく今回は全員参加よ。ベルナデッタも頑張ってちょうだい。あなたの活躍も期待しているわ。よし、俺に任せとけ。ここにいたか、イエリッツァ。騎士団から連絡があったぞ。セテスか、討滅の時間ということだな。ああ、例の盗賊団はあのまま北に逃げ、王国はローベ領との境界あたりの谷に入った。すでに騎士団が退路を断ち、生徒たちの実戦を支援する準備を進めているそうだ。承知した、すぐに向かおう。当然だが、生徒の中には実戦が初めての者もいる。くれぐれも気をつけてくれ。君のような手だれがいれば万一もないだろうが。わかっている。おい、課題に出るぞ。皆を集めろ。お、いよいよか。了解だ。
族を見失った？面目ないがその通りだ。何者かが転移の魔法を使った可能性もある。だがあんな少人数の盗賊団の、しかも残党を救って何がしたいのか。なるほど、血の匂いを追うか。血の匂い。皆行くぞ、ついてこい。先生、とりあえずついていきましょう。見失った盗賊の場所に心当たりがあるのかもしれないわ。たわいない。イエリッツァ先生、一人でそう進んでは。これは、私が始末した。確かに皆こと切れているようだな。我々が討伐する予定だった者たちか。さてそれはどうですかな。盗賊などどれも似たようなものでしょう。いかがですかイエリッツァ先生、何か情報があったので？いや、だが間違いない、あの砦に逃げようとしていた。あれはカスパル君、知ってるの？いや全然知らねえ。怪しい砦だなと思っただけだ。どうせそんなことだろうと思ったよ。でも確かに怪しい砦だね。ここは王国と帝国の境界近くかしら。少なくとも帝国軍のものではないわね。王国軍のものでもなさそうだよ。旗も何もないし、賊の拠点なのかもね。盗賊の拠点、潜入、壊滅します。私できる、できます。ちょっとペトラちゃん、私たちだけじゃ危なくないかしら。はい、ベルもそう思います。だからさっさと帰って。いや、もし中に盗賊の残党がまだいるなら、このまま見逃すことはできないぞ。逃げ出した賊が民に被害を与える前に討滅せねばなるまい。貴族としてな。いや、貴族とか関係ねえだろ。悪党は撃つ、俺に任せとけ。下調べもせずに突っ込むのは危険だろう。俺としちゃ帰ってもいいが。意外と慎重なのねあなた。でもその方が頼もしいかも。いずれにせよ勝手に決めないでちょうだい。イエリッツァ先生、どうしますか？課題の続きだ。砦に入り賊がいれば撃つ。見張りもおらず火の気配もない。いたとしてもわずかな数だろう。火の気配、精霊ですか？イエリッツァ先生、加護ある、あります？いいえ、違いますよ。かがり火を焚いて警戒したりしていないという話です。教授、感謝します。フォドラの言葉、難しいです。さあ、そうと決まれば動きましょう。準備だけは怠らないで。続行します。ついてる。侵入者だと？何が目的だ？剣を向けるってことは悪いやつなんだよな。だったら容赦はしねえ。盗賊など敵ではないが、名乗る意図はさえないと。多くの敵同時攻撃を受けない、大切です。警戒願います。予想より広い。手分けして当たれ。なんだか死体だらけで感覚が麻痺してきたよ。
目白の中も外と大して変わりませんな。もう十分です。帰りましょう。帰ろうよ。いきなりこんな課題だなんて聞いてた話と違うわね。族の根城の制圧は大体済んだかしら。イエリッツ先生、何か気になることが。地下が匂うな。走れ。誰か捕まってるぞ。士官学校の生徒じゃないか。まさか助けが来るなんて。エーデルガルト殿下。あなたはモニカ。どうして。いえ、そんな話をしている場合じゃないわ。とにかく助けていただいてありがとうございます。そいつを逃がすな。クロニエ様に八つ裂きにされるぞ。ここは危ういな。彼女を連れ逃げるぞ。あの者たち、彼女を狙っているようだ。我々でしっかりと守らねばな。ここまで来れば安全でしょうか。何よこれ、信じらんない。私の根城をめちゃくちゃにして。私の名はクロニエ。あんたの命を奪うものよ。なんちゃって。現れたか。では奴を切るぞ。よく見て、もう族の家は終わりだ。そう、あなたがクロニエなのね。死んでもらうわ。こうなったら、この前捕まえたあれを出しなさい。あれは厄介なものが出てきたのね。みんな気をつけて。邪魔だ。人数をかけて当たれ。貫禄では勝てん。残らず撃つ。あんたたちなんて何人いようとこれでおしまいよ。嘘、魔獣がこんな連中にやられちゃうわけ。タレス様になんて言えば。あんたたち絶対に許さないわよ。逃げ足の早い。まあいいわ。今はモニカの無事を喜びましょう。もう絶対に助からないって思ってましたけど、こんなことってあるんですね。皆さんありがとうございました。それでモニカ、どうしてあなたがこんなところに。いえ、そういえば授業で行方がわからなくなっているって噂があったわね。噂じゃないんです。卒業間近になって怪しい奴らにさらわれちゃいまして。あ、初対面の皆さんに挨拶がまだでしたね。私はモニカ・フォン・オックス。オックス男爵家の嫡子にして殿下の忠実なる臣下になる予定です。こうして命も救っていただいたわけですし、より一層のご奉公を誓います。
相変わらずね。その言葉自体は嬉しいけれど。彼女は去年のアドラークラッセの生徒、我々からすれば先輩になりますな。あなたに先輩って言われるのはちょっとゾッとしないですね。事情は了解した。元はといえば騎士団が盗賊どもを見失ってしまったことで起きた話。しかも盗賊の根城を発見し行方不明の生徒を助け出したとあっては誰も文句のつけようがあるまい。上にはうまく言っておこう。なあ、なんでアロイスさんがいるんだ。貴殿らがどこかに行ってしまうから応援に呼ばれて駆けつけたのだ。まあそれは貴殿らのせいではない。イエリッツァ先生の指導に問題があったとも言えんし、堂々と騎乗してお帰りくだされ。馬だけに堂々と。わかった。しかしこれは由々しき事態だ。野外活動中の生徒らを襲った盗賊団が実はその前にも生徒をかどわかしていたとは。盗賊団、私をさらったのは多分盗賊ではないですよ。何？そういえば砦の中には明らかに盗賊とは違う装いの者たちがいました。あるいは盗賊は使い走りで、何かもっと大きな黒幕が背後にいるのでは。ああ、自信はないが盗賊ではない気がするな。逃がしちまったクロニエとかいう女も尋常な奴じゃなかった。それもそうなんですけど、私自分をさらった相手に心当たりがあって。なに？なぜそれをもっと早く言わぬのだ。相手が相手なもので、その少し言いにくくて。どういうことだね。端的に伝えてくれ、モニカ君。殿下は知ってると思いますけど、私って記憶力がいいじゃないですか。そうね、それは保証する。一度見た人の顔は忘れないものね。あ、はい。殿下にそう褒められると、その嬉し恥ずかしというか照れくさいというか。だから間違いありません。私をさらったのは職場のトマシュさんです。トマシュ殿だと。バカな。信じがたい。トマシュ殿は私よりも昔からガルグマクに勤めるお方。信じがたいが、証言がある以上確かめてみるほかはあるまい。アロイス殿。もしトマシュがクロニエの仲間なら警戒を怠るが手だれだろう。仕方がないな。レア様に秘密裏に報告し判断を仰ごう。君たちも今の話は決して他言しないよ。何やら面白いことになってきたよ。僕にも予測できなかった展開だ。しかしクロニエか。彼女はあの砦で何をしていたんだろうね。そういえば戦いの最中にもあの女を気にしていたよな。まさか知り合いか。さあ、それは僕にも断定が不可能だ。何しろ僕には過去の記憶がない。ほとんどが破損してしまっているのさ。君と出会った瞬間が僕の最初の記憶だ。だというのに、彼女を見た時言葉では言い表せない感覚に襲われた。その感覚が愛おしいか
好ましいかさえ今の僕には判断がつかないんだよ。お前もいろいろ大変なんだな。君のそういうおおらかなところが僕にはきっと好ましいんだ。そういうことで大司教殿はトマシュの捕縛を決めたわ。トマシュ殿は数日前からガルムマクを留守にしており、不在中に彼の行動や私物を調査した結果、教団への範囲が明確になったそうです。それで騎士団は彼が戻ってくるのを待ち構えているのよ。こっそりとね。背後関係を洗うため生かして捕らえたいと考えているようですな。私の話信じてもらえたんですね。それはそうよ。出なければ今頃あなたが代わりに捕まっているわ。結局トマシはどんな人なんだ？職番を務めていたんだよな。そうだよ。ここに来てから何回顔を合わせたか。確かにリン君って毎日書庫を訪れてた気がしますね。ベルはちょっと顔というか性別さえ記憶に残っていないというか。男に決まってんだろ。杖ついたじいさんだぜ。私の聞いたところによると彼は40年にもわたってガルグマクで働いている。その間ずっと悪事を企んでいたとは考えにくい。どこかで変身したのだろう。変身するしました。しかし変身したら気づく思いますが。いや、身が変わる方じゃなくて心変わりの方の変身な。心変わる変身。私理解しました。感謝です。むしろ変身といえば君だよね。誰も突っ込まないとは皆優しいな。でもそのトマシュさんが盗賊を使って私たちを襲わせたんですよね。なんて恐ろしい。生きててよかったです。何言ってんだベルナデッタ、お前野外活動の時いなかっただろ。はい、あなた命の危険ありません。怖がる不可解です。いや、そうでした。あら、外が騒がしいような。急げ、門の方は手配済みだろうな。はい、出入り口は全て。これはトマシュが現れたみたいだね。君も行った方がいい、そんな気がするんだ。さあ早く。ちょっと急にどこへ。いたぞ。ん、大司教様がお呼びだ。共に来てもらおう。ならばこの姿にももう用はない。これは
俺と同じ？